2009年4月1日以降に製造または輸入し販売される対象製品9品目に対してそのユーザーと製造輸入販売者の双方に点検メンテナンスの責務を求めるものである長期使用製品安全点検制度に基づく表示の例対象製品を購入した消費者はユーザー登録を行い製造者輸入者販売者は ユーザー登録に従い点検作業を要請し、その後消費者側に出向き点検を行わなければならない。また2006年の改正消費生活用製品安全法に基づき、創設された同日施行の長期使用製品安全表示制度もある。点検制度対象製品の各機の9品目。これらは特定保守製品と呼ばれ、 製品には長方形の枠の中に特定保守製品と書かれた表示となる。屋内式ガス瞬間湯沸か式屋内式ガス、瞬間湯沸か式屋内式、ガスバーナー付け風呂窯屋内式、ガスバーナー付風呂窯石油給湯器石油風呂窯、ま、FF 式石油温風暖房器、ビルトイン式電気食器洗い機、 よく用電気乾燥機対象製品を購入した消費者は製品に同梱されるユーザー登録のための所有者病のお客様記入欄に所定の事項を記入し郵送などにより点検作業を行う製造者または輸入者に届け出て登録を行わなければならない引っ越しにより使用する場所や住所が変わった場合の同様に届け出をするまた 中古品を買って使用する場合も、名場にや取扱説明書に示される、製造業者に届け出を行う。この制度が施行されてから製造された、製品、輸入され販売された製品には、法定点検機関が表示される。アパート、賃貸マンション、貸し屋などのオーナーもここでいうユーザーであり、賃貸業者として賃借人の安全に配慮すべき立場にあり、 同様の届け出と責務を有する。また、対象製品に設計や製造上の欠陥が発覚した場合リコールの対象ともなるので、ユーザーは登録することが必要である。この制度の施行以前に購入した製品であっても、点検を受けられることもあり、名場や取扱説明書に示される製造者や輸入者に届け出ることが勧められる。対象製品の販売者は、 販売時に購入者である消費者にユーザー登録しなければならないことを説明する責務を負う。販売者とは、店頭販売者だけでなく、製品を販売、設置工事をする、住宅販売者、工務店、不動産販売事業者、リフォーム業者なども含まれる。またインターネットで販売するものも購入者に責務があること説明し、かつ購入者の同意を得る必要がある。 この制度が施行されてから製造された製品、輸入され販売された製品には法定点検機関が表示されており、製造者や輸入者はユーザー登録に従って法定点検期間中はユーザーに点検作業を受けるよう要請を行い、ユーザーと点検作業者双方の都合に合わせ、点検作業に時を決め点検作業を実施する責務を負う。また、 法定点検期間中は、保守や修理のための部品などを、点検作業者側で確保することが求められている。ユーザー登録と点検の責務を果たさずに、火災、爆発、不完全燃焼による一酸化炭素中毒や死傷など、重大事故を起因した場合は、ユーザーはその責任を問われる事態となることがある。一方、この種の事故が起こった場合、製造及び輸入者、 販売、点検作業者においても、事故以前の段階やその事故後の段階においても、適切な対応であったかその責務を問われることがある、ことは言うまでもない。点検が必要な時期になると製造者や輸入者側から、郵送などによって、点検作業の要請の知らせがある。これらの要請がない、または事前に点検作業の日時を設定していないにも、 かかわらず、点検作業業者を名乗る者は、正規の業者でないことがあり、ユーザーは騙されないよう注意、しなければならない。ABCDEFGH、長期使用製品安全点検、表示制度。政府広報オイナイン。2009年9月7日閲覧。長期使用製品安全点検、表示制度が始まります。政府広報オイナイン。2009年9月8日閲覧。 FF 式とは、フォースとドラフトバランスとフルタイプ方式の略。外部のリンク FF 式の定義も参照のこと。ありがとうございます。